はいどうも、キャッチミーの高幸です。というわけで今日も始まりました、暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は相も変わらずね、移籍の情報について話していきたいなと思っているのと、まあサンガがね、新体制発表ということで、新チームが始動したということで、そこら辺について軽く話していけたらなと思っております。じゃあまあまずは京都サンガの移籍の情報について話していきたいなと思うんですけれども、まあ先週動画を上げる2時間前くらいにいきなりね、ゴールキーパーのマイケル・ウード選手の獲得をサンガが発表してきて、おーやってきたなーっていう感じやってんけれども、本当にね、ニュージーランドのアンダー23の代表の守護神がオランダからやってきたということで、結構逸材が入ってきてくれたなっていう感じと、これでね、前回のラジオで言った通りゴールキーパーが5人になって、正ゴールキーパー争いっていうのが熾烈を極める状態になったので、まあ上福本選手とか松原選手とか若原選手、太田選手でマイケルウード選手、ここの5人、誰がね正ゴールキーパーとして開幕戦やってくるのかっていうところも注目かなと思っております。で、ミッドフィルターのね、八千田選手が栃木 SC 期限付き移籍を延長ということで、まあ昨年の夏に栃木にレンタルされると、本当に主力としてチームに貢献してた選手、さらにはセットプレーも任されたりとキープレイヤーにほんまになっていたので、来シーズンの栃木でどういう活躍を見せて、まあサンガに戻ってきてくれるのかっていうところも楽しみかなと思っております。さらにさらに、フォワードマルティノス選手を山形から完全移籍で獲得、浦和レッズとかベガルタ仙台で J1 経験もあって、パンチ力のあるシュート、攻撃に変化を加えられる選手っていう印象もあるので、かなり期待やし、去年も山形に加入するとね、スタメンとして活躍していただけに、サンガでの活躍も本当に期待やなと思っております。で、ミッドフィルターの中川博人選手が大分トリニータに移籍、まあ、昨シーズンサンガでは11試合に出場してて、キジェチルドレンとして今シーズンもサンガで戦うのかなと思ってたんやけれども、1年でまさかの移籍、まあ本当に怪我とかがあったりでゴールを奪うことはサンガではできひんかったんやけれども、今年からね J2 で戦う大分トリニータで得点を量産できるかっていうところにも期待やなと思っております。まあサンガの移籍はこんな感じで届けていったんですけれども、もうこれ以上さすがに移籍はないんじゃないかなと思うよね。新体制も発表されたし、まあほとんど獲得目標っていうか噂に立ってた選手っていうのは獲得できたんじゃないかなと思うので、獲得できひんかったっていうところやと、まあ横浜 F マリノスの水沼選手にはオファーの噂があったりとか、ガンバ大阪にレンタルとなった斉藤美月選手、ここもサンガが噂してたところやったけれども取れてなかったし、まあ取れてない選手は取れてなかったんやけれども、大型補強っていう補強を毎週のようにしてきて、毎回ね俺のラジオでもたくさん話すことがあったので、本当にストーブリーグっていうところでめちゃくちゃ盛り上げてくれたなっていう感じだったかな。で、まあ他のチームの移籍について話していきたいなと思うんやけれども、俺が気になった移籍を順番に話していこうかなと思います。まあまずは鹿島アントラーズ、町田浩樹選手がサンジロワーズに期限付き移籍ということで、まあ三笘薫選手と同じチームで現在ベルギーリーグで絶好調、2部リーグから昇格したシーズンながら首位とね勢いのあるチームに移籍が決まったっていう感じなので、町田選手どこまでやっていけるのか、そしてサンジロワーズでスタメンの座を奪えるのか、そこら辺にも注目かなと思っております。で、次がセレッソ大阪ですね。セレッソ大阪、坂本選手がオーステンデに移籍、まあここもベルギーリーグのチームということで、日本からベルギーっていうのはまさに登竜門って言った感じにはなってきてるし、富安選手とかみたいにステップアップになるかっていうところも期待やし、スタイル的にはねサイドアタッカーっていうところでドリブルもできる、めちゃくちゃ欧州でも輝けるような選手かなと思っているんで、プレミアリーグとかリーガエスパニョールとかセリエ A とか本当にもう大舞台のようなところでも活躍できる逸材やと思っているんで、ここまずはオーステンデでね結果を残してくれるのかっていうところにも注目かなと思っております。で、セレッソ大阪まだ続くんですけれども、フォワードブルーノメンデス選手を期限付き移籍で獲得、まあウルグアイのねデボルティポマルドナードからレンタルでね2年間セレッソ大阪と福岡で戦ったブルーノメンデス選手がこのタイミングでまたセレッソ大阪に復帰、まあ大久保選手が引退してアダムタガート選手も怪我で開幕間に合わへんっていう感じのね情報があったので、フォワードの補強は必須事項やったかなって思ってたので、ここでブルーノメンデス選手を獲得できたのは大きそう。まあまたねセレッソの、まあ、新スタジアムっていうところでブルーノメンデス選手のねブルーノメンデスってやつをね
聞けるんはすごく楽しみやなと思っております。まあ正直3年間レンタルやったら保有クラブから完全でもいいんじゃないかなっていうのは思うんやけれども、まあ難しい背景があるんかもしれないね。でセレッソ大阪関連にはなるんやけれども、香川選手がシントトロイデンに移籍かっていうところ、まあ多くの日本人選手がいるシントトロイデンに香川選手移籍の矢が立ったっていう感じだったね。他にもトルコのアンタルヤスポルとかが名乗りを上げてるみたいなので、あくまでも日本ではなく欧州でのプレーを望んでいる香川選手にとっては吉報なんじゃないかなと思っております。じゃあ次がガンバ大阪ですね。まあ徳島からガンバ大阪はまずディフェンダー福岡選手を獲得。まあ本当にね、徳島ヴォルティスっていうチームはいろんなクラブから J1 で戦っていた選手を他クラブに取られているっていう印象があるので、ここの移籍はガンバ大阪側からするといい補強なんやけれども、徳島側からするとかなり痛い放出にはなりそうかなと思って見てました。でさらにさっきも軽く話したけれども、湘南からミッドフィルダー斉藤美月選手をレンタルで獲得。まあロシアのねルビン火山でレンタルでプレーしていたんやけれども、リーグ戦では2試合しか出場できずに終わって、個人的には苦しいシーズンとなったんじゃないかなと思っております。で次が川崎フロンターレですね。川崎フロンターレ札幌からチャナティップ選手を獲得ということで、まあまだクラブ間合意っていうところやったけれども、タイ代表の10番そして札幌の10番が川崎に移籍するっていうのが決定的に、まあ移籍の噂が出て札幌のホームページでは移籍報道についてっていう記事が出るほどの話題やったんで、まだ獲得の公式発表がされる前に札幌のホームページでクラブ間合意して、あとは本人との契約次第っていうところまで伝えるっていうところ、大きい移籍なんやなっていう感じだったし、国内の移籍金では過去最大の移籍金での獲得っていう情報もあったので、今シーズン3連覇を目指す川崎フロンターレが海外にね選手を放出するっていうことも多かったけれども、きっちりとキープレイヤーを補強してきたなっていう印象やったね。で次が J2 なんですけれども、ベガルタ仙台リャンヨンギ選手が復帰ということで、仙台から鳥栖に移籍したリャンヨンギ選手がここに来て仙台に復帰。まあ J1 復帰に向けて頼れるベテランが帰ってきたっていう感じだったし、長崎から名倉選手も獲得しているっていうことで、中盤に厚みをかけた移籍が今週行われたかなっていうのが印象的やったかな。で J2 もう一チームがファジアーノ岡山ですね。ファジアーノ岡山は昇格に向けて本領発揮かっていう感じやねんけれども、フォワードのイヨンジ選手が韓国のインチョンに放出が決まったものの、オーストラリアのアンダー23代表招集歴もあるステファン・ムーク選手を獲得。さらには清水のゴールキーパー梅田選手の期限付き移籍の延長の決定と、栃木から屈強なセンターバック柳選手を獲得。バイス選手と柳選手が入ってきたということで、この2センターバックはフィジカル強すぎてセットプレー攻守両面でめちゃくちゃ驚異的やと思うし、フォワードにはミッシェル・デューク選手とかチアゴ・アウベス選手とか、これまたね高さもスピードもある選手がいるっていうところ、上条選手とか白井選手、石毛選手、井上選手といった今シーズンを支えたプレイヤーっていうのが放出とはなったけれども、それを不安視させない補強ができている印象かなと思います。まあ今シーズンの岡山ちょっと期待やねっていう感じやね本当に。で次 J3 戦国時代かっていう感じのタイトルでいきたいなと思うんですけれども、相模原も大型補強。まあ先週 FC 岐阜の大型補強がサッカー界では話題になっていたんやけれども、今週はね相模原も負けじと補強。レノファ山口からディフェンダーの田中陸選手とフォワード浮田選手を獲得。二人とも山口ではねかなり活躍しているイメージがあったし、田中陸選手に関してはサイドバックの位置でコンスタントに試合に出ていた印象があっただけに、 J2 でも昇格争いをするようなクラブが獲得するんじゃないかなと思ってました。やけれども相模原ということで、ここはいい選手を連れてきたなという感じだったし、さらに大分から高山選手、そして大宮から佐藤選手と渡部選手の獲得ということで、勢いのある若手と J1 経験そして J3 での経験もあるベテランにサイドをどこでもできるアタッカーとディフェンダーを獲得ということで、センターラインも強い選手が入ったし、サイドのラインにも仕掛けられる選手とかベテランでねバランスを取れる選手っていうのを獲得してきたあたり、すごくいい補強やなと思ってたら、さらには町田選手から水本選手を獲得ということで、万全の体制を整えてきたなっていう感じだったし、こちらもね岐阜に続いて1年での J2 復帰に体制を整えてきたなっていうのが印象的やったかな。で相模原ほどではないけれども、 J3 関連で言うと富山がね FC 東京からアルトゥールシルバ選手を獲得ということで、まあこちらも J1 で存在感を放っていた外国人選手が J3 にレンタル役
やけどやってきたっていうところ、まさに環境破壊してくるようなフォワードやなっていう感じやったし、今年はね J1 から J3 までめちゃくちゃ面白い移籍が出てきているんで、試合が始まってねシーズンが開幕してからも気になるチームが多くなったなっていう感じやね。というわけでまあ移籍の情報をかなり話していったんですけれども、次はサンガの新体制発表について軽く話していきたいなと思います。まあ1月8日に新体制発表会があって、今撮ってるんが月曜日なんで YouTube による新体制発表会っていうのは見れてないんやけれども、いろいろね Twitter とかサンガのニュースとかを見てていいなって思ったんが、まあ、まずはクラブスローガン、みんな輝け、サンガに関わる全ての人々が笑顔で生き生きとっていうことで、昨シーズンとはまた違うコンセプトでやってきたなっていう感じだったし、まあ本当に久しぶりの J1 で輝いてくれたら俺も嬉しいなっていうところすごく感じてるし、サンガスタジアムに来る人々がね笑顔で生き生きと帰ってくれたり試合を見てくれたらいいなっていう気持ちもあるスローガンなんじゃないかなと思っております。でチームスローガンが S アドベンチャーということで、今回はスピリット、サプライズド、サクシードということで、スピリットは気持ちの部分で、サプライズドは多分驚きっていうかね、そういう感じの驚きを与えるプレイっていう感じなんかな。でサクシードはもちろん成功ということで、いいチームスローガンなんじゃないかなと思うし、アドベンチャーというところ、冒険やね、久しぶりの J1 っていうこともあって情熱を持って、そして驚きを感じられるプレイを見せて成功させていこう、この冒険をっていう感じで捉えたらいいかなと思っております。まあ本当に今からね久しぶりの J1 めちゃくちゃ楽しみやし、個人的には結構ね昨シーズン頑張ってくれたっていうか支えてくれた選手たちが残ってくれてるっていうのもすごく嬉しいところで、プラスでねきっちりと補強もしてくれたっていうことで今から期待でしかないし、早くシーズンが始まってほしいなっていう気持ちでいっぱいやね。で背番号なんやけれども、まあ既存の選手っていうか元からいた選手の背番号の変更がめちゃくちゃ多かったよね。まあ若原選手が背番号1を背負うってなったり、浅田選手が3番で、福岡選手がねなんと言っても31番から10番になったっていうことで、まあ庄司選手の後を継ぐのは福岡選手っていう、なんか感慨深いものにも背番号で見れてくるし、白井選手も41番から完全移籍になったっていうタイミングで14番になった。でまさかのね松田天馬選手が4番から18番に変更ということで、まあ4番結構似合ってたと思うんやけれども、まあミッドフィルターっぽい18番になったっていう感じで、あここ変わるんやと思ったし、逆にねイスマイラ選手とかは39番のままでストップなんやっていうのが個人的な感想かな。まあでもね本当にバーってメンバー表を見たけれども、まあ新加入の選手がメンデス選手、アピアタビア、ヒサシ選手、山崎亮吾選手、マルティノス選手で、金子大輝選手、上福本選手、豊川選手、田中和樹選手、松原選手、井上選手、マイケルウード選手、大前選手ということで12人来てるんよね。ただ12人なんやっていうのが個人的な印象かな。なんかもっと取ってるイメージがあったんで、あ結構既存の戦力残してくれたなと思ったし、ここに新しい風っていうかね J1 経験豊富やったり J2 でめちゃくちゃ昨シーズン活躍してくれた選手っていうところを取ってきたっていうのが個人的にはすごく楽しみやし嬉しいところかな。というわけでまあサンガサポーターじゃない人からするとここの話は興味ないんかもしれんけれども、めちゃくちゃ楽しみな新体制発表でしたね。でまあ来週以降ね多分移籍の情報っていうのがかなりね少なくなっていくと思うので、話す内容を変えていこうかなと思うんですけれども、まあもし時間があって俺が作ることができたら、まあ、J1 北から順にね移籍総まとめっていうのをやっていきたいなと思っております。まあ、J2 の方は多分俺が忙しくてできひんと思うねんけれども、まあ、とりあえず J1 はやっていきたいなと思っております。まあいろいろとね戦力について話していったりとか、こここういう補強やったんやとかフォーメーションとかも考えながらね来週以降は話していけたらなと思っております。来週にならんと俺が何を話すかとか俺も全然決めてないのでわからないんですけれども、来週以降もこのフットボールラジオを聞いていってくれたらなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。